大本営発表。大本営発表とは、太平洋戦争、大東亜戦争において、日本の大本営が行った戦況の公式発表である。初期は割合正確だったが、作戦が頓挫した三五回回戦、1942年5月の発表から、戦火の水増しが始まり、以降は、戦況の悪化に関わらず、虚偽の発表を行った。転じて 権力者による信用できない情報を批判する言葉としても使われる。もともと、陸海軍合同の大本営陸海軍部発表、陸軍単独の大本営陸軍部発表、海軍単独の大本営海軍部発表に分かれていたが、1942年、昭和17年に1月に統合され、大本営発表に称された。大本発表は、陸軍では、 陸軍省新聞班と大本営陸軍報道部、海軍では、海軍省軍事普及部と大本営海軍報道部が、二務一体となって実施していた。陸海軍の承認を経て報じられるが、陸軍の作戦は、陸軍が、海軍の作戦は、海軍が主導した。大本営発表は846回行われた。発表の形式としては、報道の形で、アナウンサーが読み上げるものと、 大本営陸軍部、大本営海軍部の報道部長が読み上げるものとの2種類があり、現存する大本営発表の放送録音はアナウンサーによるものと陸海軍報道部長によるものの両方が残存している。両者には言い回しの部分でわずかな差異があり、第1回の発表、海戦の第一報におけるアメリカ、イギリス軍と米、英軍のような表現の差がある。 ラジオ発表では、放送前後などに、陸軍発表では、陸軍分裂行進局、官兵式分裂行進局、抜刀隊、不走火、海軍発表では、軍艦行進局、陸海軍合同の戦勝発表では、敵は幾万、敗戦発表では、海いかばといった楽曲が流された。初期の発表は、陸海軍合同の大本営陸海軍部発表、 陸軍単独の大本営陸軍部発表、海軍単独の大本営海軍部発表で行われていた。米英に対する戦争の最初の発表は、1941年、昭和16年12月8日午前6時に行われ、当時のニュースは、政府の許可が必要で、許可が降りて、アナウンサーがマイクの前に座ったのは7時だった。ラジオ放送。 日本で唯一の放送局だった社団法人日本放送協会、現在の NHK ラジオ第一放送で対アメリカイギリス戦、太平洋戦争の海戦第一報が報道された。戦後に残されている大平秀織軍報道部長が発表文を読み上げる映像は後日再現映像として収録されたものであり、当日の記録ではない。臨時ニュースのチャイムの後に、 当時のアナウンサーが読み上げた、大本英陸海軍部発表、昭和16年12月8日午前6時では、臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本英陸海軍部、12月8日午前6時、発表。帝国陸海軍は、本8日未明、西太平洋において、アメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり、であった。 1941年12月9日夜、大本営海軍報道部長、前田実海軍少将はラジオにて、国民に対し、真珠湾攻撃など、海戦時の作戦における大戦果を報告。その声明の末尾で、前田海軍報道部長は、我が海軍の戦況法にあたり、特に性格を期するため、あるいは作戦上の要求などのため、 発表時期が若干遅れることもあると思うが、決して心配することなく、安心して、我が報道を信頼していただきたいと語っている。戦況が好調に推移していた、海戦以後約半年間は、内容も、おおよそ現実に即しているが、海軍は1941年12月8日の、海戦と共に始められた、ウェーク島の戦いにて、同月12日に、 アメリカ軍守備隊の海岸砲と F4 回戦闘機4機に本導され、その攻撃により、駆逐艦、疾風とキサラギを、合鎮喪失、両艦総員戦士、軽巡洋艦、特設巡洋艦複数を含む多,多数の艦艇も、被害受け、第一次攻略戦で撤退しているが、大本営海軍部発表、昭和十六年十二月十三日午後三時では、全略四 帝国海軍は11日艦艇をもって植木島を攻撃し、残存軍事施設に大なる損害を与えり、我が方も若干の損害をこりたりと事実を歪曲して発表した。ただし、同月21日に攻略戦力を増強し、再度実施された第二次攻略戦では損害を出しながらも23日に同東を制圧、その大本営海軍部発表。 昭和16年12月24日午前11時では、一、帝国海軍は、激労烈風を犯して22日夜半、上駅島を攻略し我が陸戦隊は、頑強なる抵抗を排除しつつ、敵前上陸を完光し午前23時10時半同等を、完全に占領せりに、同方面の作戦において我が家宅地区間にを、失いり特地区間に席喪失を認めている。 しかしこのほか、第32号小会長と第33号小会長が陸戦隊協上陸のため海岸に格座し、放棄、除籍されている。初期には上陸戦時の軍隊輸送船の被害さえも公表されていた。大本営陸軍部発表、昭和16年12月10日午後7時45分では、1、8日開戦以来10日に至る。 我が陸軍部隊の損害は、各方面を合衆優先の撃沈せられたる損傷を受けたる者、各二隻にして、右はいずれも部隊上陸後の空船なりに、なお右の間における陸軍機にして、未だ帰還せざる者十三機なりと発表している。1942年、昭和17年に1月、陸海軍の発表は統合され、大本営発表に解消された。 南方作戦において南方資源地帯の確保を目的として日本の攻略目標となったオランダ領東インドの油田西油諸制圧作戦パレンバン空挺作戦は大本営発表2月15日午後5時10分強力なる帝国陸軍落下山部隊は2月14日午前11時26分 ランイン最大の油電地たるスマトラ島パレンバンに対する奇襲効果に成功し、敵を撃破して飛行場その他の用地を占領確保するとともに、さらに戦火を拡張中なり、陸軍航空部隊は本作戦に密接に協力するとともに、すでにその一部は本15日午前同地飛行場に躍進整理。終わり。大本営発表書は17年2月15日と発表された。 2月20日の入儀に青木海戦では、実際の撃沈撃破戦火は皆無にもかかわらず、かつ陸上攻撃機体17機中15機を喪失する大損害、航空母艦一隻撃沈と5人戦火が報告され、大本営はそれを、航空母艦一隻大破、大火災、その被害状況等より殺手撃沈せられたるものと認められるも、その終焉まで見届くるに至らざりしをもって、 沈没確実ならずと発表している。それまで割合正確だった大本営発表の意図的な戦火水増しが始まったのは1942年5月、初めて日本の侵攻が阻まれた三五回海,海戦であった。機動部隊による戦火は、米空母、桜が型、ヨークタウン型、核一石撃、2万トン救急油艦大破、駆逐艦一石撃沈、 敵機撃墜98機と比較的正確だったものの、ラバウルの基地航空部隊の戦火は、米戦艦カリフォルニア型一隻、高巡洋艦、ポートランド型一隻、撃沈。英戦艦、ウォースパイト型大破。米戦艦ノースカロライナ型一隻中破。米中巡洋艦ルイスビル型一隻大破。東方の損害は、小型空母沈没、飛行機24機と発表された。 この基地航空部隊の実際の戦火は、来撃のすべてが外れて皆無であったが、発表では、当日快適した艦は、それぞれ三隻の巡洋艦が戦艦となり、まだ収益していないサウスダコ多級艦型まで付され、二隻の駆逐艦が、後順、中順に格上げされ、それぞれ撃沈、大破、中破とされた。また、年月のミッドウェイ海戦では、 4空母を喪失する被害を負ったが、戦意公用のため、損害の事実を過小に発表している。ミッドウェイ海戦及びダッチハーバー空襲を報じる、大本営発表、昭和17年6月10日午後3時30分では、我が方損害として、航空母艦一隻喪失、航空母艦一隻大破、巡洋艦一隻大破、未期間期35機としているが、実際の損害は、 航空母艦4隻喪失、従順洋艦1隻喪失、従順洋艦1隻大破、駆逐艦1隻大破、飛行機289機喪失であった。日米海戦から1年が経過した1942年、昭和17年12月16日の州報における、応答は戦争1カ年の戦果によれば、健在な米空母、エンタープライズや、サラガを撃沈したと発表し、 さらに架空の、米空母3隻や、艦型未障米、戦艦4隻の撃沈、日本軍の損害は、空母3隻、沈没、3隻大破。実際は、正規空母4隻沈没、軽空母2隻沈没、正規空母1隻大破、軽空母1隻中破を公表している。ミッドウェイ海戦を報じる大本営発表、昭和17年6月10日午後3時30分は、 全略一方同一海洋心の敵根拠地密つ上に、大使猛烈なる強襲を観光するとともに、同方面に増援中の米国艦隊を補足、猛攻を加えて機械上及び、航空兵力並びに重要軍事施設に、甚大なる損害を与えたり、攻略と報じている。1943年1月、レンネル島沖海戦に関して、大本営発表では、 戦艦二隻撃沈、巡洋艦二隻撃沈、戦艦一隻中破、巡洋艦一隻中破と発表。しかし、実際の戦果は、重巡洋艦一隻撃沈、駆逐艦一隻大破のみ。1943年2月、ガダルカナル島の戦い、化合作戦における撤退を大本営発表で転身と表現した。大本営発表。 2月9日19時では、全略昨年8月以降引き続き上陸する、優勢なる敵軍を島の一角に圧迫し、激戦艦東よく敵戦力を撃砕しつつありが、その目的を達成するにより、2月上旬同等を、徹し、他に、転身せしめられたり、攻略と報じ、ニューギニア方面と合わせて、敵に与えたる損害を、人員2万5千名以上、 我が方の損害を戦週及び戦病死で、自民16,734名としている。5月のアッツ島の戦いにおける、全滅を大本営発表で、玉砕と表現している。11月のブーゲンウィル島沖海戦に関して、5日に大本営発表は、敵に与えたる損害として、大型巡洋艦一隻強鎮、大型駆逐艦二隻強鎮、大型巡洋艦二隻撃鎮、 巡洋艦もしくは大型駆逐艦一石撃沈、大型巡洋艦一内市二石撃破、駆逐艦一石撃破、駆逐艦一石同士打ちにて炎上。我が方の損害として、駆逐艦一石沈没、巡洋艦一石昇破と発表。実際の戦果は、駆逐艦一石大破、駆逐艦一石中破、軽巡洋艦一石昇破、 駆逐艦一隻昇派のみで、撃沈艦,艦艇は解無であった。実際の損害は、軽巡洋艦一隻沈没、駆逐艦一隻沈没、重巡洋艦一隻中派、駆逐艦二隻中派、重巡洋艦一隻昇派に上る。十一から十二月の文言ビル等、沖航空船及び、ギルバート諸島沖航空船の大本営発は、戦艦三隻撃沈、航空母艦十四隻撃沈、 巡洋艦9隻撃沈、駆逐艦1隻撃沈、その他4隻撃沈と発表。実際の戦火は、ごくわずかで、軽巡洋艦1隻大破、軽空母1隻小破、魚雷手中破、大破で、撃沈艦,艦艇,艇は皆無であった。1944年、昭和19年2月、トラック島空襲に関して、21日に大本営、発表は、敵巡洋艦2隻。 うち一隻戦艦なるやも知れず、撃沈、航空母艦一隻及び、軍艦、艦首未消一隻撃破、飛行機54機以上を撃墜せしも、我が方も、また巡洋艦二隻、駆逐艦三隻、輸送船13隻、飛行機120機を失いたるほか、地上施設にも若干の損害ありと発表。実際の戦果は、空母一隻撃破、中破。 飛行機25機喪失のみで、撃沈艦艇は皆無であった。実際の損害は、軽巡洋艦2隻沈没、練習巡洋艦1隻沈没、駆逐艦4隻沈没、輸送戦闘37隻沈没。このほか多数の艦船が損傷。飛行機270機喪失、うち70機空中悲劇墜、200機地上破壊。地上施設は燃料タンク3機。 1> 約1.7万トン消失、各種軍需物資75%分を喪失。輸送船座上の陸軍兵士約7000名を含む、契約7400名戦士に上る。6月、マリアナ沖海戦に関して、23日に大本営、発表で、我が連合艦隊の一部は、6月19日、マリアナ諸島西方海面において、3軍よりなる敵機動部隊を補足。 先制攻撃後戦闘は、翌20日に及び、その間、敵航空母艦5隻、戦艦1隻以上を、撃沈波、敵機約100機以上を撃墜するも、決定的打撃を与えるに至らず。我が片航空母艦1隻、付属輸送船2隻及び飛行機50機を失いりと、発表。実際の戦果は、航空母艦2隻勝破戦艦2隻勝破従順洋艦2隻勝破。 飛行機130機喪失のみで、撃沈艦艇は皆無であった。実際の損害は、航空母艦3隻沈没、輸送船2隻沈没、航空母艦1隻中破、航空母艦3隻小破、船艦1隻小破、従順洋艦1隻小破、他潜水艦多数喪失、飛行機476機喪失に上る。なお、大戦火を報じた際に、 決定的打撃を与えるに至らずの一言が添えられている。10月、台湾沖航空戦では、19日18時に、大本営発表では、我が方の収めたる戦火総合次のごとしとして、とどろき劇鎮イコール航空母艦11隻、戦艦2隻、巡洋艦3隻、巡洋艦もしくは、駆逐艦1隻、撃敗イコール航空母艦8隻、戦艦2隻、 巡洋艦4隻、巡洋艦もしくは、駆逐艦1隻、艦首負傷13隻、撃墜112機と発表。実際の戦果は、重巡洋艦1隻大破、軽巡洋艦1隻大破、航空母艦1隻小破、飛行機89機喪失で、撃沈艦,艦艇は皆無であった。我が方の損害として、飛行機未機艦312機としているが、実際は、 651機以上を喪失していた。10月末、冷凍機械戦、フィリピン沖海戦に関して、大本営発表では27日16時30分、発表、総合戦果として、撃鎮イコール航空母艦8隻、巡洋艦3隻、駆逐艦2隻、輸送船4隻以上、撃配イコール航空母艦7隻、戦艦1隻、巡洋艦2隻、 撃墜イコール約500機、我が方の損害として、艦艇沈没イコール航空母艦1隻、巡洋艦2隻、駆逐艦2隻、未機関飛行機126機。右のほか、昨26日発表のごとく、0手湾によって戦艦1隻、沈没、1隻中破の損害あり、27日15時発表、25日夜間を収めたる。 戦火中現在までに判明せるもの次のことしとして、輸送撃沈1一炎上六隻、撃破十一隻、外に26日炎上中のもの29隻、巡洋艦イコール撃沈1一駆逐艦イコール撃破一隻、巡洋艦または、駆逐艦イコール撃沈1十隻、輸送船イコール撃破一隻、艦型負傷イコール撃破三隻、飛行機イコール撃墜二機、 炎上または撃破イコール70機以上。敵上陸地点炎上17箇所、内4箇所大爆破と報じる。実際の戦火は撃沈は、航空母艦、軽空母1隻、護衛空母2隻、駆逐艦2隻、護衛駆逐艦1隻であった。日本側損害は、沈没だけでも、航空母艦4隻、戦艦3隻、従順洋艦6隻、軽順洋艦4隻、 駆逐艦九席に上る。1944年以降の全滅戦である、クエゼリンの戦い、サイパンの戦い、テニアンの戦い、ヘシャゲモー、東越の戦い、沖縄戦においては、全員壮烈なる戦士を遂げたると任務、全員壮烈なる戦士を遂げたり、全員最後の残込みを観光整理、全力を挙げて、最後の攻撃を観光、全戦力を上げて、 最後の攻撃を、実施せり、日以降細部の状況つまびらかならず、自後通信税与と表現している。また、優先、関東、力東、多大なる損害を与え、大損害を与え、敵を、撃祭といった、大言相互の表現を使用、戦果を誇張して表現している。一方で、優勢なる、敵軍、有力なる、敵部隊、敵和に上陸を開始、有力なる、 米軍部隊はに、上陸、極めて困難なる、状況下、我に数十倍する敵、日本軍守備隊は、貨兵力、戦いといった、連合軍は、日本軍より戦力で勝っている、日本が劣勢にあるという表現を使用している。さらには、サイパンの戦い、サイパン島の在留邦人は終始軍に協力しおよそ、戦い得る者は完全戦闘に参加し、 むね将兵と運命を共にせるものごとしや、沖縄戦、四、沖縄方面戦場の我が官民は、敵上陸以来、島田明知事を中核と仕上げて、軍と一体となり公軍護持のため終始関東競りに、関する大本営発表では、現地の日本の民間人が戦闘に巻き込まれている、ことも公やけしている。 洋島の戦いにて守備隊全滅を発表した1945年3月21日の大本営発表では、全略17日夜半を基地最高指導官を陣頭に広告の必勝と安泰等を記念しつつ、全員壮烈なる総攻撃を観光すとの打伝理。事後通信税由。この洋島守備隊の玉砕を一億国民は模範とすべしと表現している。 1945年、昭和20年4月7日、大野三沖海戦に関して、4月8日17時発表では、4月5.6日の、神風特別攻撃隊たる、航空部隊による、航空総攻撃と合わせた、我が方の収めたる戦果として、撃地イコール特設航空母艦2隻、戦艦1隻、選手負傷6隻、駆逐艦1隻、輸送船5隻、 撃破イコール戦艦3隻、巡洋艦3隻、選手負傷6隻、輸送船7隻さらに、右攻撃に参加せる、航空部隊並みに、水上部隊はいずれも特別攻撃にして、右前艦以外その戦火の確認せらざるもの少なからず、と続き、我が方の損害として、沈没イコール戦艦1隻、巡洋艦1隻、駆逐艦3隻と発表。 5.6日の航空総攻撃、特攻による実際の戦果は、駆逐艦2隻撃沈、総海底1隻撃沈、揚陸艇1隻撃沈、輸送船2隻撃沈、駆逐艦8隻撃破。7日の棒の岬沖海戦の実際の戦果に、至っては海無、交戦したアメリカ海軍空母機動部隊側の損害は、飛行機10機喪失であった。実際の損害は、 戦艦一隻沈没、軽巡洋艦一隻沈没、駆逐艦四隻沈没、駆逐艦一隻大破、駆逐艦一隻中破であった。沖縄戦の事実上の終了を報じる大本営、発表、昭和20年6月25日14時30分では、沖縄守備隊の防衛戦は強力な連合軍部隊に突破され、守備隊は最高指揮官以下最後の総攻撃を行い、 全滅、残存将兵の行方もわからずと報じている。大本営発表、昭和20年6月25日として、1、6月中旬以降における、沖縄本島南部地区の戦況次のごとし、2、我が部隊はろく及び南部島尻地区に戦線を、整備したる後優勢なる航空及び、海上兵力支援下の敵7個師団以上に対し、大なる損害を与えつつ、 前線関東市ありが6月16日頃より、逐次的の我が主要陣地内進藤すのやむなきに、至れり、同、大田実証省の指揮する、おろく区海軍部隊は、我が主力の南部島尻地区天神援護に任じたる後6月13日全員最後の、残込みを、観光せり、派、沖縄方面最高指揮官、牛島光中将は6月20日、敵主力に対自然戦力を挙げて、 最後の構成を、実施せり、2、事後我が将兵の一部は、南部島尻地区内の拠点を死守関東しあるも6月22日以降、細部の共通まびらかならずに、我が航空部隊は引き続き後期を補足し、道等周辺の敵艦船及び、航空基地を攻撃するとともに、地上戦闘に協力しあり3、作戦開始以来敵に与えたある損害は地上に、おる。 人員殺傷約8万列島線周辺におる敵艦船撃地早く600隻なり4沖縄方面戦場の我が官民は敵上陸以来島田明知事を中核と仕上げて軍と一体となり航軍保持のため終始関東せりと報じられた。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下に関する台本へ発表 昭和20年8月7日は、1、昨8月6日、広島市は敵小数機の攻撃により相当の被害を生じたりに、敵は右攻撃に新型爆弾を使用せるもののごときも詳細目下、調査中なりと報じられた。一方で同月9日の長崎市への原子爆弾投下に関しては、原子爆弾による国民への影響を懸念して、 一般の空襲情報と同じ軍艦区司令部発表、西部軍艦区司令部発表で公表されている。9日のソ連隊日産戦に関しての第一報、大本営発表昭和20年8月9日は、1、8月9日0時頃より、ソ連軍の一部は東部及び西部三つ祖国境を越え攻撃を開始しまたその航空部隊の、各小数機は、時頃より北万及び、 朝鮮北部の一部に分散来週競りに、所在の日万両軍は自衛のためこれを迎え目下、交戦中なりと報じられた。大本営発表としての放送は、戦闘行動が続いていた1945年8月14日、第840回を数えた段階で、実質的に終わった。その最後の大本営発表、昭和20年8月14日は、 我が航空部隊は8月13日午後しカナダ東方25海里において航空母艦4隻を機関とする敵機動部隊の一軍を補足攻撃し航空母艦及び巡洋艦各1隻を大破炎上せしめたりであった8月15日正午昭和天皇の玉音放送が終わった敗戦後は大本営及び帝国政府発表との名称で 第841回、8月21日13時、第842回、8月21日17時、第843回、8月22日15時30分、第844回、8月23日17時30分、第845回、8月24日17時30分、第846回、26日11時まで、 計6回行われた。内容は、陸海軍の行動ではなく、アメリカ軍を中心とする連合国軍の日本占領に関わる事項を伝えることに終始した。最後となる第846回の発表前文は、本8月26日以降実施予定の連合国軍隊大、地震中日程中連合国艦隊相模湾入港以外は、おっと48時間延期せられたり、 大本営及び帝国政府発表である。戦火を課題に報じたのは、意図したものだけではなく、誤人によるものもある。戦火の誤人に関し、軍令部作戦部長だった中沢雄海軍省省によれば、ギルバート諸島沖航空戦やブーゲンビル島沖空戦における大戦火に関し、当時、連合艦隊司令部の報告から不確実を削除し、同司令部に、 戦火確認に一層配慮するように注意喚起していたが、同司令部より大本営は、いかなる根拠をもって、連合艦隊の報告した戦火を削除したのかと強い、抗議伝が参謀長名、福留茂中将で打電され、結局反論できず、うやむやになっていたという、損害の秘匿に関しては、損害の情報が敵型に漏れると、作戦計画に影響してくるため、 アメリカやイギリスでも自国の損害に関してはあからさまにはしていなかった。転身という信号によって撤退に変える表現は陸軍省軍務局長の佐藤健良少将と参謀本部第二部情報部長の有末製造少将が相談して合作した。第二本帝国陸軍では退却を極度に今占めていて将校の間では 尻り族という表現を極度に嫌う空気があったためで、あった。開戦前の1941年から1944年までの期間、大本営発表のみならず各種の宣伝、広報に携わっていた、大本営陸軍報道部員、県陸軍省報道部員、平口隆当時陸軍少佐は、陸軍報道部員が愚直なほどの野暮天人間の、 集まりだったということに尽きるとして、海戦初期の頃、海軍報道部兵出大坂町の、我に、官邸五百隻、の爆弾発言が出た時、陸軍の報道部の中では、誰も、そんな、発表があることをあらかじめ知っていた者はいなかった。へえ、そうかねと、国民と同じく聞かされる立場で、これに対し、せいぜい、海軍さん、随分派手にやるなくらいのことは、 命名心の底では思っていても、皆が集って、この宣言について検討するとか、その対策を講ずるなどの動きは、全然なかった。中力それに続く、海軍側の圧倒的に景気の良い戦果発表に、陸軍側としては批判するどころか、打つ手もなしというのが実情であった。しかし、三五回、ミッドウェイの開戦以来、 陸軍報道部の海軍報道部に対する気持ちの持ち方に微妙な変化が出てきたことは争えなかった。もっとも真相を知らされていないでは手の打ちようもなく、たとえ真相を知ったとしても海軍の発表は嘘だなどと陸軍側で発表したりして国民を動揺させて何になるとの考えが先に立つ。陸軍報道部側としては無気力な老人のようなことなかれ主義に終わるしかなかった。 戦局が悪化するにつれ、トラック島の空襲、アゴ作戦に及んで、依然とした海軍側の強気に相当な反発を感じていたが、それを行動に表すということはなかった。結論として言えば、いつも海軍報道部に先手を取られっぱなしで、陸軍側は、あれよ、あれよのにがりの飲まされっぱなしというのが実情であった。世論操作という点では、確かに海軍の方がうまかった。 と語っている。しばしば大本営発表の内容だけを引用して、戦時中の日本国民は、前線の悲惨な実情を伝えられなかったとされることがあるが、戦時中、現地にいる報道範囲による報道が、新聞や雑誌の各マスメディアにて、盛んに行われており、その中では、最前線における平坦の補給難、兵士の木が、 マラリアやデング熱など感染症の蔓延、連合国軍の圧倒的な戦力といった実情は、概ね伝えられていた。多数のが死者の出た、ガダルカナル島の戦いについて、陸軍報道範囲の手記を集めた、ガダルカナルの決戦、昭和18年7月20日発行では、戦う勇士は、戦う前に、まず飢餓を征服しなければならなかったと、兵職、レーション不足での飢餓の蔓延や、 補給の苦難について詳細に記述されている。1943年昭和18年11月から12月にかけて行われた6時にわたるブユゲンウィル島沖航空戦は日本の惨敗に終わったが大本営海軍部は虚偽の多大な戦果を発表し続けた。この発表はラジオ東京を通じてアメリカ合衆国にも タンパラジオで受信されており、大本営の戦果発表を真に受けた投資家の行動によって、ニューヨーク証券取引所のダウ平均株価が下し、アメリカの経済を混乱させた。これに驚いた、連邦政府は、事態の収拾を図るために、アメリカ海軍長官、フランク・ノックスに、日本の発表は、絶対に、真相ではないとの声明を出させた。後に、類似の事態が、 台湾沖航空戦でも発生している。虚偽報道が帰せずしてブラックプロパガンダとなった恒例である。当時から大本営発表に疑問を持つ日本国民もいた。戦争が進むにつれ使われる表現や用語が変わっていったことも国民が信じなくなった要因であった。外交評論家だった清沢清史は1943年7月の 段階で事実を隠すために盛んに形容詞を用いて現実に目がいかなくなるようにしていると指摘している。国民学校生徒だった畑タイ彦によれば当時新聞に載った大本営発表による日本軍の戦果をノートに記録しており、大本営は1943年まで年末にその年の総合戦果を発表していたが空母だけで30から40隻撃沈している。 はずの1944年は、総合戦果が発表されず、変だなと思ったという。大本営発表で共謀が繰り返されたことから、比喩表現から転じて、政府や有力者などの発表側に都合がいいばかりで、全く信用できない情報も、大本営発表と表現される。この公式発表のみを情報源とするのが、発表報道である。2010年、 平成22年7月1日、j p クスプレスから申請、u パックを引き継いだ、日本郵便では、直後に34万個もの大規模地配事件が発生したが、日本郵便は7月6日に、ターミナル局の配送麻痺がおり、7日に地配問題は解消したと発表したものの、配送現場の職員からは、あんな大本営発表を信じる職員なんて一人も、いない。解消は、 言葉のトリックに過ぎないと日本郵便経営陣を切って捨てた発言が上がった。2011年平成23年3月東日本大震災での福島第一原子力発電所事故が発生。田原総一郎は日本の報道が危機感を煽ることを抑えて極端な情報は出ていないのに対して世界の報道機関では福島第一原子力発電所を最初から 原子炉の炉心溶融を前提にした報道内容で国内外で報道内容の乖離があり日本国内のマスメディアでは独自取材が少なく原発情報を東京電力や日本国政府の公式発表に頼っている姿勢を大本営発表に頼りすぎていると批判した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。